リンゴ酸と酒石酸はワイン用のブドウに含まれる主要な酸である。ワインに含まれる酸はワイン醸造及び出来上がったワインに対し重要な要素となっている。原料のブドウにも産物のワインにも含まれワインの色、バランス、味に直接影響するだけではなく発酵中の酵母の生育や細菌からの保護にも関与している。ワイン中の酸の量は適定酸度として知られ、 大部分のワインの pH は2.9から3.9の間に入る。一般的に低い pH は高い酸度となるが pH と酸度の間には直接の関係はない。ワインのテイスティングにおいて酸味という言葉は新鮮で酸っぱい性質を表し甘みやタンニンの苦味とのバランスで評価される。ワイン用のブドウに含まれる3つの主要な酸は主石酸、リンゴ酸、 エ塩酸である。ワイン醸造においては、酢酸、酪酸、乳酸、琥珀酸も重要な役割を果たしている。酢酸以外のワインに含まれる大部分の酸は、不揮発性酸である。また醸造の過程で、アスコルビン酸、ソルビン酸、アリュー酸等が用いられることもある。飽和して結晶化した、朱石酸は、通常は透明だが、ワインの色に染まることもある。朱石酸は、 ワインの科学的安定性や色に大きく関わり、また最終的な味にも影響を与えるため、最も重要な酸である。大部分の植物では、この有機酸はほとんど含まれないが、ブドウ属にはかなりの濃度で含まれる。主積酸の含有量は、ブドウの種類や土壌条件等によって異なる。パロミノは含有量が大きく、マルベックやピノノワールは、 一般的に岩有量が小さい。開花期には、花に多くの主石酸が蓄積し、その後、若い果実に移行する。果実が熟す過程において、主石酸は、リンゴ酸と異なり、呼吸等で代謝されず、そのため比較的保存される。ドウ中の主石酸の半分以上は有利酸ではなく、大部分はカリウム酸塩として存在する。発酵中、これらの主石酸は、 発酵カスやパルプクズ沈殿したタンニンや色素に結合している。ブドウの種類や地域により差異はあるが、一般的に約半分の沈殿物はワインのアルコール混合物に溶ける。これらの主石酸の結晶化は任意の時間に起こり、ワインボトルが割れたガラスのように見えることがあるが、無害である。ワイン中の主石酸を結晶化させて沈殿させるために、ワインを 凝固点以下の温度に置くこともある。ドイツのラインガウ島、寒い地域のリースリングは、リンゴ酸を多く含む。リンゴ酸は、主石酸と共に、ワイン用ブドウに含まれる主要な酸の一つである。この前は、物質はほぼ全ての果物に含まれるが、青リンゴに最も多く含まれ、ワインの風味に最も反映されやすい。その化学構造のため、リンゴ酸はエネルギーを伝播する。 酵素反応に関わることができる。含有量は、ブドウの種類によって異なり、バルベーラやカリニャン、シルバネール等は多く含む。ブドウ中のリンゴ酸の量は、熟す直前にピークになり、20gL にもなる。熟す段階が進むと、リンゴ酸は呼吸りの過程で代謝され、収穫期には、その含有量は、1から 9gL まで低下する。 呼吸によるリンゴ酸の損失は暖かい時期ほど多い。果実内のリンゴ酸がすべて使い尽くされるのは果熟の状態である。この損失を補うためにワイナリーで外部から酸を加えることもある。リンゴ酸は醸造の過程でマロラクティック発酵によりさらに失われる。この過程では細菌が高で酸化入り定数の低いリンゴ酸を一家で 酸回利定数の高い乳酸に変換し、その結果、ワインの pH は高くなり、口当たりも変わる。この過程に関与する細菌は、ワイナリーや桶の中に天然に存在するが、育種した細菌を食菌することもある。特にリンゴ酸が過剰なワイン等では、この発酵は有益であるが、シュナンブランやリースリングでは、ジアセチルのバターシューを与え、向いていない。一般的に、 赤ワインは白ワインよりもリンゴ酸が多くマロラクティック発酵が行われることが多い。シャルドネはオークソンでの発酵中にマロラクティック発酵が起こることが多く、写真のようにオークチップを使った場合でも同様である。より弱くミルキーな乳酸はワインにクリーミーな口当たりを与える。種石酸やリンゴ酸よりも弱い酸である乳酸はしばしばワインの ミルキーさに関与し、ザワークラウトやヨーグルトに含まれる主要な酸である。ワイン醸造中に、オエノコッカス属、ペディオコッカス属、ラクトバチルス属等の乳酸菌によって作られる。これらの細菌は、糖やリンゴ酸を乳酸に変換する。この過程は、一部のワインでは、複雑さを増したり、リンゴ酸のトゲトゲしさを和らげたりと良い効果を持つ、こともあるが、一般的には、 風味を損ねたり、濁度を上げたりする。乳酸菌種の中には、ヒスタミンやチラミン、プトレシン等の生体アミンも生産し、人によっては赤ワイン頭痛の原因となる。マロラクティック発酵を制御、または抑制したい場合は、細菌を不活化させるために二酸化硬を用いることができる。醸造カスは、細菌の栄養源となるため、ここからすぐにワインを絞ってしまうことも、 最近の制御となる。最近は木の繊維の深いところに潜むため、ワインソンや醸造器具にも慎重な注意を払う必要がある。ライム等の柑橘類にはクエン酸は多く含まれているが、ブドウ中では主石酸の量の約1、20とわずかしか見られない。一般的にはイン中に含まれるクエン酸は発酵スクロース溶液に由来する酸を人工的に加えたものである。 このような安価な添加物はワインの酸性度を上げるためによく用いられるが、ワインに柑橘系の風味がついてしまうため、クエン酸は酒石酸やリンゴ酸ほど頻繁には用いられない。酵母はクエン酸を酢酸,酸に変えてしまうため、クエン酸の添加は一時アルコール発酵の後に行われる。欧州連合ではワインの酸性化のためにクエン酸を用いることは禁止されているが、 フェロシアンカカリウムが使えない時に鉄や銅を除去する目的では限定的に使用が認められている。酢酸,酸は発酵期間中またはその後にワイン中で作られる二炭素酸である。ワイン関連の主要な酸の中では最も揮発性が高く酢の酸味の原因となっている。発酵中酵母の活動により少量の酢酸,酸が自然に生成される。ワインが 酸素にさらされると、アセートバクター属の細菌がエタノールを酢酸に変換する。この過程はワインの酢化として知られ、ワインが酢に分解されていく反応である。過剰量の酢酸はワインの不純物と考えられる。酢酸に対する感受性は人によって異なるが、大部分の人は約 600mgL を超えると気づく。ビタミン C としても知られるアスコルビン酸は、 熟す前の若いブドウ果実に含まれるが、熟す過程で急速に失われる。ワイン醸造においては、抗酸化物質として二酸化用とともに、白ワインのボトル詰め過程でしばしば加えられる。欧州連合では、添加物としてのアスコルビン酸の使用は 150mPL に制限されている。潰したゼラニウムの葉の匂いは、ソルビン酸由来の不純物が含まれている証拠である。 落産は、細菌が生成するワインの不純物である。ワインに傷んだ、カマンベールチーズかバターのような匂いを与える。ソルビン酸は、甘いワインで、しばしば菌類、細菌、酵母の成長を抑える目的で保存量として、加えられる、添加物である。二酸化用とは異なり、乳酸菌の成長は阻害しない。欧州連合では、添加されるソルビン酸の量は 200mg。 L を超えないように制限されている。大部分の人は、濃度が 135mgL を超えると認識できるが、50mgL で気づく人もいる。ソルビン酸は、ワインの風味を損ない、悪臭の原因となる。ワイン中で、乳酸菌によりソルビン酸が代謝されると、ゼラニウムの葉を潰したような匂いを出す物質が生じる。コハク酸は、ワイン中には見られるが、 熟したブドウには痕跡量しか存在しない。含有量はブドウの種類によって異なるが赤ワイン用のブドウに多く含まれる。琥珀酸は発酵中の酵母による窒素代謝の副産物として生成する。琥珀酸とエタノール一分子の反応によりエステルの琥珀酸モノエチルが生成しマイルドなフルーツ系の香りの原因となっている。 写真のカルメネールのような高 pH のワインの色はより青っぽくなる。ワイン用ブドウの酸性度は熟し始める直前で最も高くなる。完熟すると糖濃度は高くなり酸性度は低くなる。寒い気候のワイン産地のブドウは熟し速度が遅いため一般的に酸性度が高くなる。ブドウ果実の酸性度は収穫を始める時期を決める重要な目安となる。 シャンパンや、その他のスパークリングワインの場合は、製造に高い酸性度が必要なため、しばしば未熟な段階で収穫される。大部分の細菌は低 PH 溶液中では、生存できないため、3は二酸化用がワインの劣化を防ぐ効果を助ける。これの2つの有名な例外は、酢酸,酸菌と乳酸菌である。赤ワインでは、3はワインの色を安定化させる効果もある。 アントシアニンのイオン化は、pH の影響を受けるため、サンジョベーゼ等の低 pH のワインはより赤色が強く、色が安定する。一方、シラー等の高 pH のワインは安定性の低い、青色の色素が多く、濁った灰色や茶色を帯びる。白ワインでは、高 pH は、ワイン中のフェノール成分の色を濃くし、最終的に重合させて、茶色の沈殿となる。 ブドウの熟成の段階が進んでから収穫される暖かい地域ではワインの酸性度を上げるために酸をさらに加えることがある主石酸が最も多く加えられるがクエン酸やリンゴ酸が用いられることもある酸は一時発酵の前または後に加えることができるブレンドや熟成の時点で加えることもできるがこの時点で加えると飲むときに 酸の味を感じることがある。ワイン中の酸の量は、ワインの質や味にとって重要な要素である。酸の味は、切れ味と下の両側のチクチクする感じ、後味の良さで感じることができる。 特に重要なのは酸味と甘みのバランスとタンニンやその他のフェノール等の苦味成分である。酸の多すぎるワインは酸っぱくなる。逆に酸の少ないワインは平坦で特徴のない味になる。ありがとうございます。